すぐ近くだ。Udah kebuka ya, udah. Kita lawan Frieza. Iya. Frieza ya Gohan, Krillin, serta Vegeta. その他にオラの知らねえでかい機がいる。誰なんだ。待ってろみんな。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん、悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロットカカロット、そうか、お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。ざまあみや。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃ なかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっとなれたはずだ。よく聞けカカロット、俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃなかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼むフリーザを倒してくれ。頼むサイヤ人の手って。ベジータ、やっとくたばったか。ベジータ、おめえがオラに頼むなんてよっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはできれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちやここのナメック星人たちのためにもおめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。Si Frieza yang telah menghancurkan planet si Vegeta. Gohan, hakusho. お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。あれよ。Ajar.Kinya Abito Oh, item darahnya banyak, cok.Ini udah dapat pak楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうんなら、このまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。なんてことだ。ていして聞いちゃいねえ。お父さんの気が水分が減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。ね今のは痛かった。痛かったよ。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。ナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気を上げてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうんがこいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだバリだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの弾じゃ。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめだがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそとうっとうしい灰どもが。あんなところにも全く人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よしできたぞ。やれ。おおこれでちょうしまった。こんなもんも無事だったか。はい。おまピッコロもついてたんだ。あいつらクリリンさん確かにピッケを。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん、悟空、やったな。さあ、消えるか。あ、なんだクリリン。すっかり忘れてた。ブルマさんのことを。脅かすなよ。Semplicemente cuatro. Sona. Frieza da. Frieza. Kisama. 一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。うん、許さんぞ。欲張り欲張り。Ya, dipercaya. Yes. 図に乗るのもそれぐらいにしておくんだな。勝てるわけがない。もう謝っても許さないぞ。あんなやつに、あんなサイヤ人なんかに、わらっ、わらっ、虫けらや、こんなことはない。あぐー。わら。当たりさえすれば。マンター。星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ？とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人、孫悟空だ！どうやら、本当にスーパーサイヤ人らしい。終わりだ、フリーザ。言っておく。俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら、自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だが、この俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな？この星を消せ！しまった！パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし、宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ。 100% の力を覚悟しろ。フリーザ、貴様がフルパワーに何を待っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな、何か手はないものか。待てよ、待てよ、待てよ。おい、地球の神よ、聞こえるか？はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか？叶えてほしい願いがある。はい。ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。地球のドラゴンボールは一度に複数のものを生き返らせられるのだな。では、寿命で死んだものを生き返るかね？残念ながらそれは無理です。自然史では。だが、ある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ？そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれ、とな。いい？時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね海王様。というわけで、すまんが急いでくれ。ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。俺は生き返ったのか。どうしたことだ。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。いいだろう。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました海王様。お心遣い感謝いたします。ですがシェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを。変えてくれ、その願い。フリーザとこの俺を除いた者たちすべてをに変えてくれ。聞いておったのか悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様。質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。Satu permintaan lagi. Ya, itu lagi. Sa, どうした? 願いはもうないのか?では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを黒串にしろー。しまったー。ポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリとロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる2人を残して全員を地球に移動させる。なっ、どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。はるか遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。星の爆発が先か。どちらにしても貴様には死しかない。ラムよ。よっあらジャンプ。よっanjir ke tengah. Aduh, dapat A lagi. Yamada. ということだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺今負けるか。Karena diri sendiri. Jadi kalau yang besar, Frieza との死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間、が使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。よし、オラ悟空。なんだって？フリーザが生きてた？しかもやつは父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって？オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは？次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘。って遊んでくれよな。ご飯じゃなめくせにもしょうがねえ。それじゃあまり遅くなるでね。はい。え。はい。じゃあ。あれ？こんにちは。ありがとうございます。それじゃ。Kita kumpulin Dragon Ball.